止めなかった。ちょっと滑ってますね。ですね、井上尚弥選手と、ジェイソン・モローニー選手のね、ただいま計量が終わったってとこなんですけど、体見たら、井上尚弥選手の仕上がりがね、かなりやばいんじゃないですかねっていうふうに思いました。逆にあのジェイソン・モロニー選手の方がなんか予想以上に、あんまりこう体格差ないんだなっていうふうに思いましたね。かなり大柄な選手だと思ってたんで、スーパーバンタム級の選手でフレームもかなり大きいと思ってたんで、これ非常に楽しみですね。いや、非常に調子良さそうに思いましたね。だからあれですよね、もう本当に早い段階で終わる可能性も十分ありますし、コロナ禍で井上尚弥選手のその動画とか見てた時に、なんかね、畠山さんとかおっしゃってたじゃないですか、ちょっとなんかこうぽっちゃり、コロナ太りではないけど、やっぱりこうなんていうんですかね、練習がまあできなかったじゃないですか、要するに4月とか5月とかっていうともう自粛でちょっと大きくなってたような気がしたんですけど、あんまりいい意味ではなく、でもね、すごい仕上がってるところを見ると、あれはただのなんていうんですかね、自分たちのあれだったっていうだけで、とても楽しみですね。以上です。